これってドッペルゲンガーってやつちゃう？しゃくれ野郎、団子っ鼻が、老け顔野郎が、ちょ待って、なんかもう悲しくなってくるからさ、もうやめよう。まあ確かに同じ顔なわけやしな。まあ俺はそんなしゃくれてねえし、団子っ鼻でもねえけどな。はあ、いよいよ俺もここまでか。もうこれどうすんだよ、だるいな、もう。うるさいな、俺だってこんなとこで終わりたくないわ。うるさいね、おっさん。わかったわかった、もうじゃあ、こうしよう。俺ん家に行こう、とりあえず。なんでそんなとこ行かなあかんねん。俺は今からクラブに行って、でっかいボインのお姉ちゃん探さなあかんねん。いや、いいから、もうここでやったから100年目やと思ってさ。な、頼む、行こうや。まあこんな経験は他の人多分全然できひんと思うし、まあせっかくやしな、仲良くなろうや。なんで多数決かよ、結局は。そうか。ただいま。あ、おかえり。なんて言ったらいいか、そのえ、どうしたん？まあ、お客さん連れてきたから、うん、まあ、お茶出したって。え、もうそんなんいきなり連れてこられたら困る、何も用意してないで。どうも、失礼します。あ、こんにちは、はじめま。チェス。どうすんのこれ。ああ、まあそりゃそうなるやろな。まあとりあえずこっち来て話せ。まあまあ自分ちやと思ってくつろいで。まあ、いやまあいくら顔が似ててもそれは無理やわ。そうか。お前家の中ではさ、サングラスぐらい外せよ。せじじいだな。いや、何回見てもやっぱ似てんな。おめえらみたいにしゃくれ団子っ鼻と一緒にすんじゃねえよ。まあ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 、もう怒んないよ。もうで、何歳なん？ああ、俺は64歳。64なん？何歳なん？ 64？ うん、ほら昔ゲーム機でやったやん、ほら、何だっけ、ゲームキューブじゃなくて、ほら、なんかあったやん、任天堂64。そう、それ、その64。うん、マジかよ、そんな若い64歳になれるんや。俺もでも俺ら会ってもうたからそんなに長くないんやんな。それ言うなよ。なんかやり残したことないん？やり残したこと？ああ、俺はそんなにお金に不自由するようなことないぐらいお金持ってたしな。あ、でも昨日買ったばっかりのポルシェとベンツとフィットに一回も乗れんままっていうのはちょっと嫌やな。いや、さらっとすごい自慢すんなよ。自分は？俺はやっぱりボインの姉ちゃん3人ぐらいと一晩お相手したかったな。いや、嘘やん、フェチも一緒やん。やっぱこれ分かってんな。あ、俺違うで。え？俺はスカトン。ちょやめとこ。一応ビデオ撮ってるし、俺やと勘違いされたら嫌やし。さっきから思っててんけど、これなんな？ああ、これほら、YouTube って知ってるやろ。ほらあれに俺結構っていうか毎日こう動画を作ってアップしてんねんやんか。それのビデオやね。
お前よくそんな顎しゃくれ老け顔でそんなことできんな。しばく。で、この動画を落とせる人おる？みんな、ドッペルゲンガーには気をつけよう。なんなんそれ、全然おもんないやん。おもんな。あかんのこれ。あかん、全然あかん。びっくりするわ、そんなの。どうしよう。ああ、じゃあ俺やろうかな。じゃあ俺やろうかな。じゃあ俺がやる。どうぞどうぞ。結局か、何やこれ。ドッペルゲンガー、ドッペルゲンガー、ドッペルゲンガー。勘弁してください。